どうもこんにちは、児玉貴博です。今回はですね、アトピー肌が象のように分厚くなる対戦化、これにスキンケアは逆に悪化するんじゃないかということをお伝えしたいと思います。まずですね、あなたのお肌ってこんな感じになっていませんか？もしこんな感じになっているのであれば、あなたは慢性炎症、アトピーの慢性的な炎症を終え、そして対戦化という状況になってしまい、肌が厚みを増したり硬くなったり、そして小さな炎症がずっと起き続けるような、こんなお肌になってしまってます。この対戦化どうにかしたいという方も非常に多いと思います。アトピーの方は長くアトピーが続いているので、こういった対戦化、象のような肌になっている方が非常に多いので、ここに対しての根本的な解決方法、僕なりの意見をお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはこんな感じになっております。そしたら始めていきましょう。ではまず、対戦化とは何なのか、そこからお話していきたいと思います。まず皮膚の構造を知ってください。皮膚の構造はこちらです。このように皮膚というものは細胞の集まりでできています。そしてこの一番下の層である基底層というところから、表皮幹細胞というものが分裂し、そして上に向かって成長していって、いずれかは死んでしまい皮膚から飛び去っていく、この新陳代謝、生まれ変わりの組のことをターンオーバー、この一連の動きをターンオーバーというわけですね。さて、このターンオーバー、何事もなければ正常に働いていて、常に新しい肌を作り続けるということをやってくれるんですが、アトピーの炎症が起きることで異常をきたし、そして炎症が起きるとどうなるのか、よく書いてしまったりとか傷つけようとしてしまうことになります。そうすることによって皮膚細胞一個一個の厚みが厚くなったりとか硬くなったりしてしまうんですね。そして本来であれば最後の最後にピョーンと飛んでいかなければいけないんですけど、そのまま皮膚に残り続けます。そうなると細胞一つ一つに厚みや硬さができ、かつ細胞が飛んでいかないので積み上がっていくことによって、肌自体の厚みができて象のような肌を作るんです。これが対戦化の仕組みです。そしてなぜこの対戦化が起こるのかっていうことなんですけど、これはまず一つ大きな要因として言われているのは書き壊しです。慢性的に炎症が続いている状態はアトピーの人に多く見られる。それが続くと痒みが持続的に起き続けます。その結果いっぱい書いてしまい、皮膚細胞を傷つけて細胞自体の厚みができて硬くなる、こういった防御反応が体の中で起きてしまうことによって、その結果悲しい結果として対戦化が生まれてしまうと言われています。だからこそ標準治療、お医者さんに行ったらこう言われるでしょう。薬や保湿剤、こういったものをスキンケアをして、痒みを小さくすることによって書かなくして済むような状態になっておけば対戦化良くなっていくよっていうふうに言われるかもしれません。まあ、それが標準治療としてそれはそれでいいと思うんですけど、根本的に解決したいのであれば僕は反対です。なぜなら根本的に解決したいから。もしあなたが薬とか保湿剤を使って対戦化を良くするってことをトライしていないのであれば、まずそれをやってみてください。楽に解決した方がいいですかね。でも薬とか保湿剤とか使ってもなかなか対戦化が治らないっていう方は、この後の動画を見続けていただいて、僕なりの対処方法をお伝えいただきますので、僕なりの対処方法を聞いていただいて、少しでも納得いただいたならば実践してみてください。改善が見られますよ。じゃあまずね、どういった方法を話すのかっていう前に、なぜ対戦化にスキンケアを反対するのかって話なんですけど、このスキンケア自体が対戦化を助長する、そんな関係があると僕は考えてます。まず痒みが起きてしまうのはなぜなのか。そうですね、炎症が起きるからです。じゃあ炎症を治しましょうっていうことなんですけど、薬とか保湿は治しているわけじゃないんですね。炎症を止めている、出ないようにしているだけなんです。それはもうあなたは十分ご存知いただいていると思います。では改めて肌の炎症って湿疹ってどうやって治っていくのか、改めて知ってください。こちらの画像です。こちらは湿疹三角といい、アトピーの炎症、湿疹が良くなっていく過程を記した画像です。まず最初に肌の炎症は赤くなって、そしてジュクジュクになっていき、湿潤が続き、それが固まってかさぶたになり、それが小さくなっていって取れていって綺麗になる。このように湿疹、アトピーの炎症というのはこんな過程を過ごしていって結果良くなっていくわけなんですね。じゃあここで考えてみてください。保湿をすることがなぜ悪化するのか。お肌というものは、それはね、肌が濡れて乾燥させないってことをするから肌が捨てられないということが起きると思ってます。湿疹三角見ていただいたらわかると思うんですが、最初はジュクジュク、そして後半になって乾燥してくるっていうのが見えてくると思います。これはね、いらなくなった肌は捨てなくちゃいけないんですよ。だから肌は乾燥させるわけなんです。これわざとやってるんです、いらない肌を捨てるために。それなのにその状態で保湿、肌をまた
濡らしてしまったらどうなのか。本来いらなくなった細胞が、肌が乾燥して剥がれていくために、乾燥して剥がれていかなくなる。そうなったらずっと肌に残り続ける。離れていかなければ残り続けて、そのまま上積みしていく。肌の厚みが出ていくわけです。このようにですね、スキンケアをすることによってかえって対戦化を招くと僕は考えています。これ最初にも言いましたけど、もちろん薬やスキンケアで治る方も一部いらっしゃるので、あなた方全員に言えるわけじゃないんですよ。でもそれをやってもうまくいかなかったということであれば、薬や保湿、そういったものもなぜうまくいかないのかっていうことも考える必要があるし、それを使うことによってかえってひどくなるんじゃないかという考えも持ってほしいと思っています。だから薬とか保湿剤でうまくいかなかったのであれば、やめてみてください。やめたら確かに辛いです。ガサガサになります。痒みも強く出るでしょう。でもその肌が生まれ変わるというのを実感でき、いい結果が出てくると思います。またね、痒みが辛くなった時に薬とか保湿とか使わなくても痒みを小さくできる方法ないですかっていうことに関しては、他の動画見ていただければ、それを実践していただければ対処いくらでもありますので、よかったら参考にしてください。概要欄のところに動画も貼っておきます。最後になんですけども、もう毎回言ってますけど、僕は薬とか保湿の存在を否定してるわけじゃない。標準治療はダメだって話をしてるんじゃない。ただね、もしあなたがですよ、その場限りではなくて、根本的に良くしたいって思うのであれば、僕は今の現代のやっている標準治療っていうものは根本的な方法ではないと考えているっていう話です。だから根本的にやりたいというのであれば、今の方法をトライしてみてください。で、それがすぐには成果出ませんけど、2ヶ月3ヶ月でやってもらった時に成果が出ることにつながることもあるわけですから、ぜひトライしていただければなと思っています。まあ残念ながらこれは自己責任で一言のように話してますけど、でも少しでもね、役に立てるアイデアをお伝えできればと思っているので、一日でも早い改善ができるように動画配信の方は続けていきたいと思ってます。だから頑張ってください。ということで本日は以上になります。またお会いしましょう。さよなら。